パウロ・コエリオ・パウロ・コエリオは、ブラジルの作詞家、小説家、ブラジル文学アカデミー会員、ブラジルのリオデジャネイロに生まれる。大学の法学部に進学するも、1970年、突然学業を放棄して、旅に出る。メキシコ、ペルー、ボリビア、チリを経て、ヨーロッパ北アフリカにも足を伸ばす。2年後、 ブラジルに帰国して、流行歌の作詞を手掛けるようになり、人気歌手、ラウル・セーシャスに詞を提供する。また、グロリア・ゲーナーのアイウィル・サバイブの歌詞をポルトガル語に、翻訳、ブラジル歌手のバヌーザがこれを歌った。1974年、ブラジルの軍事独裁政権に対する反、政府活動に関与との権威を受け、短期間投獄される。その後、しばらくレコード制作を手掛けるが、 1979年、再び仕事を放棄して世界を巡る旅に出る。1987年、星の巡礼を執筆観光して作家デビューを飾る。これは彼がスペインのサンティアゴでコンポステーラへ至る巡礼の道を歩いた体験を下敷きにしたもの。この本はあまり大きな成功をもたらさなかったが、翌年の1988年に出版した第二作。 アルケミスト夢を旅した少年は、ブラジル国内で20万冊を超えるベストセラーとなり、38カ国の言語に翻訳された。2007年のアンデルセン文学賞など、世界中の国々から様々な文学賞を受賞している。現在、妻のクリスティーナと共に、リオデジャネイロに在住。ありがとうございます。